え皆さんの会社は会社案内はいつ頃作られたでしょうか、えー、以前はえかなりページ数の多いもので商品の説明だとか事業の展開だとかえいろんなものをお会社案内の中に織り込んでたと思いますでも今情報のスピードが速いもんですから新しい情報を入れたり古いものを抜き出したりするとそんなに多ページのものは必要がないような気がします。私たちは 会社案内に可変情報ができる QR コードを付けることによってここに載っている社長さんの挨拶も動画でお話をしていただいたりそれから社長の Facebook がそこに載ってると社長の人となりが分かったりもするわけです当然ページをめくっていくと事業案内もありますけど商品の案内もありますただ商品の案内も多岐にわたりますから それはウェブの方に誘導するようなものになると思います印刷物はウェブに誘導するための入り口として生き残る会社案内もないよりはあった方がいいわけですねいやホームページあるからもういいよという会社さんもあるかと思いますが新規訪問に伺う時にはやはり紙の媒体も非常に重要なことだと思いますでもそこでお伝えすることは限度がありますから そこに可変情報、入れ替えれる QR コードをつけることによって、商品の紹介、それから事業部の紹介、これからその会社がどっちの方向に向かっているかということも、ホームページとかランディングページとか、Facebook だとか、YouTube だとかを使ってお伝えすることだと思います。広報とは情報の量だというふうに思っております。ぜひ えー、カンパニープロファイル会社案内とウェブこれは両輪だと考えております、えー、会社案内は静止情報ですですけどウェブの方は常に新しい情報に入れ替えてお客様からの資料請求だとか、えー、商品の説明は十分、えー、それはウェブでできると考えておりますぜひ新しい会社案内の コンセプトをご理解いただいて一緒に市場を作っていきたいと考えております。